Okay, sekarang waktunya story-nya Zhongli. Last story quest. Tadi ambil dulu di story quest. Dan ini tinggal satu doang, Zhongli. Terus navigate. Nah ini, ini kan di seberang ini ya, di pulau. Gua nyebrang dulu. まさかここで会うとはな。オッケー、akhirnya enggak ngebug。ご友人かしら。ああ、ついこの間知り合ったんだ。見聞が広く、博学多才で、いろいろとためになる。歴史上の岩王帝君について話し合っているんだが、お前も興味あるか？この方は岩王帝君の力を甘く見ているようでな。プロの考古学者として少し訂正してあげていたんだ。Actually, he is ……No one can know better than him。ちょうど今、世界最初の村の話をしていたところだよ。世界最初の村？岩王帝君の導きにより。先人たちは功績を精錬し、諸国と貿易を展開したのは誰もが知っているだろう。今のリユエには全大陸で唯一モラを製造できる権利がある。そして最初のモラは数千年前に岩王帝君が作ったと考えられる。私の考察、それから推測だと、この歴史的意味のあるモラは記念品として今も大事に保存されてると思うわ。例えば、リンユエを管理する七星は、就任前に秘密裏に行われる儀式があって、そこで。いやいや、私の研究だと、この最初のモラは、そう単純なものではない。ご存知の通り、モラは触媒の一つである。今もモラを使って、武器を強化する術が存在する。世界最初のモラには強い力が秘められているはずだ。だから今度出す私の本でこの10年間の研究成果を証明してみせようと思っている。ズバリ、岩王帝君はそのモラを使って刀と剣を強化したという歴史を。刀と剣を？はは、知りたければ私の本を買うといい。ちなみに、その刀と剣を手に入れれば、リーユエの王になれると言われ。それはどうだろうか。おや？刀剣の真相の考察は置いておくとして、モラが生まれた理由は、契約を結ぶための手段だ。モラを使って取引させることこそが本意だと思う。だから最初のモラも普通に通貨として使われているだろう。うん、私は関学殿の仮説は面白いと思う。逆に勝利殿、なぜ証拠もなしに否定を？いや、俺はあくまで事実を述べたまでだ。
私よりも元王帝君の御心がわかるというのかい？ Actually, he is. 歴史に関しては俺も詳しくはない。だが、意見が分かれなければ切磋琢磨もできなくなる。では聞こう。千年前、元王帝君が先人たちに建築の技術を教えた。その時使われた模型は全てモラで鋳造されたものだった。そうだね。Ini saya diskusi secaranya si siapa ini namanya? Zhongli. その通りだ。では、仮にモラに侵力がないとして、なぜ元王帝君はそんな贅沢なことをしたのだ？簡単だ。それはモラが最も手に入りやすく、最もコストのかからない材料だったからだろう。It's like you are telling someone else tale. 元王帝君の話だからな。勝利殿、その考古学に関してあなたに聞きたいことがあるんだけど、場所を変えて聞いてもいいかしら？ああ、構わないが、友人も一緒でいいか？きっと力になると思うぞ。Who? Me? I'm just here for a good story. Satu. ぜひご一緒してほしいわ。さあ、行きましょう。サルフルーリー。や、ミシニャリムライ。これから話すことは少し眼神に対して不敬だから、人の少ない場所の方がいいと思ってね。勝利殿の話は理にかなっていた。多数の意見になびくことなく非常に客観的だったわ。だから他の学者とは違う答えがもらえるかと思って。勝利殿、眼神に殺された魔人はみんな悪だったと思う？善悪はさておき、元王帝君は契約を尊ぶ。だから殺された魔人はきっと契約を保護にしたはずだ。おう、罪もない奴を殺すなんてこと元王帝君はしないと思うぞ。でも考古学の研究をしていく中で潮の魔人に関する伝説を耳にしたわ。潮の魔人ヘウリア、彼女は善良な魔人だった。でも戦争でモラクスに実に不名誉な方法で暗殺された。嘘だろ？それは話せば長くなるな。真相もお前の知りたいものではないかもしれない。構わないわ。知ってることを教えてほしいの。ずっとこの件を調べてきたから。 You look a bit embarrassed, Zhongli. Is the story that complicated? ああ、どこから話せばいいか迷っている。お、いたいた。勝利先生、探したぞ。 The factory. What do you want? Spit it out.武器を下ろせ、離れろ。戦艦軍に通報するぞ。武器なんか持ってないんだが。なあ落ち着いてくれ。俺はスネージナヤから来たただの考古学研究員だ。ファデュイは信じないぞ。ちゃんとリーウェ総務士にも報告したし、正式な許可書類も持ってる。これからリーユで考古学調査を行い、その調査結果を全て総務士にも共有することになっている。それで王城堂の勝利先生は物知りだと聞いて、俺の顧問になってほしく王城堂に大金を支払ったんだ。つまりは王城堂の仕事だな。
What should we do? I think it's the best of caution. Caution itu apa? Waspada ya kalau nggak salah. Cautions. Oh, hati-hati. The best pilihan terbaik adalah berhati-hati. Apa yang harus kita lakukan? 仕事なら仕方ないさ。王城堂には世話になっているからな。さすが勝利先生。じゃあ今すぐ出発しようか。待って、私もついてっていい？私も考古学者だから役に立てるわ。では先ほどの話はまた後にしよう。そうだ、お前も一緒に来い。 Why?I don't really know anything about archaeology. Why, actually? Why? この先の経験はお前の力になるかもしれない。あれは七神が確立される前のこと。魔人はもういないし、お前の目標でもないが、お前の旅に少しは意味をもたらすと思うぞ。待て、これは観光じゃなくて考古学チームだ。人が多すぎる。しかし俺の友人には唯一無二の才能がある。かなり役に立つと思うぞ。へえ、どんな才能だ？bakat apa ya? Bakat kalau ketemu treasure gak pernah dilewatin. Oke. 宝箱を絶対に見逃さないという才能だ。得意だぞ。確かに役に立つな。許可しよう。では早速例の渦の魔人が軍玉閣によって鎮圧された場所を見に行こう。何かあるかもしれない。古物や痕跡、魔人のかけらがあればもっといい。とにかくきっと何かしら収穫はあるはずだ。Mapnya ke arah sono, ke pulau. Yuk, yuk, langsung gas. Tokuni kawatta tokoro wa nai na. Kachi no aru mono o mitsukerareru daroou ka.壮大だと思うぞ。景色の話じゃない。あんな対戦があった後なら何か違和感を覚えるところがあるはずなんだが、今はどこから探せばいいかもわからんな。ここは古雲閣。魔人もしくは魔人戦争の歴史を研究したければここが最高の場所になる。伝説によると岩王帝君は岩の槍を海に投げ魔人を封印した。その岩の槍が長年の風化を受けて今の景色となった。こんな大きい山が岩王帝君の武器？俺たちが見ているのは氷山の一角に過ぎない。あの時帝君が投げた槍の数も体積もこれをはるかに超えている。ただ角度の違いやそれから海水や重力の影響でその多くは海の底に沈んだんだ。そのため風化だけでなく最初の崩落も古雲閣が出来上がった要因の一つとなっている。じゃああんな桁外れの力を持った者と戦った魔人もきっと強かったんだよな。ああ、だから古雲閣には研究の価値がある。あの歴史と関係するものの多くは海に沈んだが、渦の魔人が大波を引き起こした影響で何かが見つかるかもしれない。つまりちゃんと探せばきっと大儲けでき
古本、収穫はあるってことだな。それなら安心だ。この人数なら手分けして探した方がいいだろう。ああ、では俺は友人と共に行くことにする。雑学はわかるが、プロの考古学者の前で恥をかくのは遠慮したいからな。え、あ、私。なんだ、あんたの本職だろ。なぜ驚く。わかったわ。では案内するわ。ああ、珍しいものを見つけたら、そうだな、対岸で落ち合おう。あの古い魔人は元素の痕跡を残したはずだ。それをたどってみるといい。Ini diambilin, ini rewards-nya ini. Ah, ini. Look for the object in this. Ya, ini berarti.Ayo lo. Yang panah-panah ini harus dikill dulu ini. Aduh, shit, malah macet. Kirain sih masan to, tasuke ga hitsuyou na kata.Ntar, nunggu yang gedenya nyerang. Ntar. Aduh. Ayo, sini. A big boy. Malah kesono, sini woy.Ntar, biar dorong ke sini. Yang penting gak kena air, aman ini. Waktunya ngebuka toks. Kenapa di sini ada musuh? Keberuntungan itu sebenarnya adalah tempat yang menahan orang-orang yang menghancurkan mereka. Mereka masih mempengaruhi mereka sampai sekarang. Ini adalah tempat That is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!